遺跡遺跡遺跡祭とは、本校ではにについて詳述する。遺跡とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、及び工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを、指ている。内容から見れば、お互いに関連し合う意向の集合。 遺構とそれに伴う遺物が一体となって、過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は遺跡と表記した。考古学の主要な研究対象として知られる遺跡については、特に考古遺跡、アーキアロジクルサイトと呼ぶ場合がある。遺跡のうち、住居跡、墳墓、貝塚、城跡など、土地と一体化されていて動かす、移動させることができないものを遺構と呼び、石器、瓦家。 装飾品、重骨、人骨など、動かす、移動させることのできるものを異物と呼ぶ。つまり、遺跡のうちの不動産的要素が遺構、動産的要素が異物である。日本考古学が遺跡と遺構を呼び分け始めたのは、三十数年前以来である。日本において、考古遺跡は、文化財保護法の規定に従い、面的に捉えて、埋蔵文化財放蔵地と称されることがある。 文化庁によると、貝塚や古墳、城石、都の城などの遺跡、埋蔵文化財放蔵地は、全国におよそ46万箇所存在し、毎年9000件ほどの発掘調査が行われていると、される。遺跡は、石器や土器のような遺物が散布している場合に、考古遺跡、埋蔵文化財放蔵地の存在を推測する、材料にはなるが、遺物単体が出土しただけでは、 通常、考古学的に見て優位な遺跡にはなり得ない。そのため、遺跡の本体を構成する要素は遺構であり、遺構及び遺構の集まりを称して遺跡と呼ぶ場合も多い。地表面から遺物の散布が見られるものの、その性格が未だ明確でない遺跡を遺物散布地と呼ぶ場合がある。遺構が伴わない場合、実際には遺跡を構成する重要な意味を持つ場所かもしれないが、 その反面、土が移動され、角度に伴って異物が散布している場合もあるので、注意を要する。この場合、湿度状況や土層観察によって、体積度か、それとも角度であるかを見極める必要がある。過去の人々の活動の場が遺跡であり、従って遺跡は、それが、どのような活動であったかにより分けられる。 遺跡の調査によって遺構とそれに伴う遺物を確認し、その検出や湿度の状況、また類似事例を比較内視検討することによって、ものという限られた情報であるが、当時の人々の文化や生活の営みばかりではなく、その社会の特徴、さらには人々の価値観や世界観についても、ある程度推定し、復元することができる。遺跡の分布調査や、 発掘調査、史跡保存事業などが行われた後、調査を行った自治体や民間企業などがまとめた調査報告書が各機関から発行され、一般公開される。従来は大学図書館や自治体の図書館、博物館施設等に併設される資料館などで閲覧が可能であった。昨今はインターネットの普及によって、こうした報告書を データ化し無料公開するサイトなど調査を行った機関によって解説され、より広域かつ多くの資料を閲覧することが可能となった。際立った遺構の検出が見られなくても、岩陰遺跡、ホラー穴などのように堆積層によって過去の人類の生活の痕跡が認められる空間や、キルサイトと呼ばれる動物の狩猟及び解体場も過去の人類の生活の痕跡が認められる。 前者の場合、建築物を作らなかったものの岩陰やホラー穴を住居としたことが明らかだからである。キルサイトの場合は、動物の化石や狩猟に使用した石器などが出土する。出土した化石や遺物が現地性体積物で、化石に解体根がある、石器に使用根があるなどの理由によって、キルサイトと認められた場合には、遺跡と呼ばれる。岩陰遺跡では、 しばしば壁画を伴うことがあり、戦士時代の人々の生活の様子や価値観をうかがい知ることができる。お互いに関連し合う近現代の工作物、建築物、土木構造物が集まって一体になっているものも遺跡と呼んでいる。この場合は歴史家や建築士やの研究対象となることが多く、考古学者の役割は極めて限定的なものとなることが普通である。 しかし、必要に応じて、埋蔵文化財放送地の文化庁次長通知の定義にあるように、近現代の遺跡として、地域において特に重要なものを対象として、痕跡として残されている近現代の工作、建築物、土木構造物等を調査する場合もある。例えば、第二次世界大戦の痕跡として残された軍事施設や被災施設なども、 周辺の環境を含めて戦争遺跡と呼ぶことがあるが、この戦争遺跡のうち地下に埋蔵されていて地表面からでは性格がわからない場合、すでに撤去された砲台や防空壕などは必要に応じて発掘調査を行って確認する場合がある。日本では学術的に重要で保護すべき遺跡については文化財保護法によって史跡、特別史跡の指定が図られ、 その他の遺跡についても民間開発に伴う工事の際には埋蔵文化財放送地として第93条、9代57条の2代1項による工事着工60日前の届出が義務付けられている。遺跡調査から報告書の作成及び提出はすべてこの法律に基づいて行われるが文化財保護法には遺跡を現状保存するための規定がない。そのため、 緊急発掘調査が極めて多い日本においては、研究者や市民から遺跡保存の声が上がっても、結局は現状保存がなされず、破壊されてしまう場合も少なくない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。